はいはい、あー撮ってる撮ってる、え、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、え、マジ、オッケーオッケー了解、はい、あ、ん、何何怖い、何やつが撮るらしい、なんか正義さんですか、そうそうであいつが急にこう回せっていう時はやばいから何よ、何何、あ、来た、あ、来た、あ、来た、あ、スネロヘディスボーカーデル、今日という日を待ちわびていた。今まで金のかかる企画大体6、7個やってきたな。その中で5杯ぐらいしている男、はい、それが俺様真剣にも復讐を企む、うわもうやや、ちょっと待って、行よ、うわー怖い、友達と飯行って、友達なんて俺の権力で潰す今回家電屋に行って欲しいもの全部買います。あー最悪、この前マック買ったばっかりじゃん、もう家電いらないでしょ、復讐したい怖い怖い怖い、僕だけじゃんけん負けまくって60万は飛んでるんですよ、うざいじゃないですかじゃあもうね、このメンバーたちに復讐しようってなるわけですよ。なんで3人の時にする、知らないもん、もう忙しくて、忙しい合間で今日取れるから、今日君たちがいなかったから、じゃあ敵2人でもいいから復讐しよう。もうバカじゃねえよ。いや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 、今回僕が1個買いたいのがありまして、カメラ、もういらないでしょ。いや待て待て、違う違う、一眼、動画に最適な一眼レフをちょっと調べてきたんで。なるほど、カメラ、それを買うんですよ。それが大体15万しない、いや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 、合計まあ30万いかないぐらいには収めようかなと思ってるんで、じゃんけん負けた方が、もういやもうこんな感じで MacBook 買わされてんのよ、このさちょっと待って、すげえ、この前カメラで見えなかったんだけどちゃんと入ってますということで、家電買ってこいつらに地獄見せろ。やっぱさ、君たちの家さ、はい、空気清浄機ないじゃん、まあ、一番リーズナブルな、じゃあリーズナブルの感覚おかしなってるよ。5万っすよ、5万ちょっと俺の大器とリボン取ってきたし、キックスパッド4万2000円おい、それじゃあこれも、いや、バグってます、もう店員さんに言っとくんで。嘘でしょ、暴れすぎじゃないですか、やばいって。プレス4、あ、買うんすか、買います、大器の顔見てこれ負けたらやばいよ15、エアコンも欲しいと思うんで、いやいやいや、やめて、24万円30しか来てる、え、30来てる、あ、もう言ってる、30、あ、ちょっと動画撮ってなかったけど、13万のカメラ追加してあるんで、とりあえずここで、じゃあ、じゃんけんしましょうか。まあ、でも勝てばいいんじゃない、これで決まる、これで決まる、これで決まる、これだけです、これで決まる、ガチのやばいやついじゃあ、負けた人、勝ちます、はい、ます、はい、どこに置いて、一生はグッジョキ、ぽいぽいやばいって、やばいって、ちょっと待って、やばいって、ほんまにやばいって、いやー、とうとう逃れやがった、あっしゃー、やばい、ようやく、ちょっと待って、恨みを晴らすぎる、じゃあ、男と男のじゃんけんいこうか、25万円が、ここのじゃんけん負けたシェケットします、こんな怖いの、ダメ、決勝ってこんな怖い、怖いんだ、25万円をかけてじゃんけん、スタート。最初はグッ、じゃんけんぽい、ぽい、よっしゃー、来た、来たー、こんなおもろい、こんな一発で終わる、こんなおもろいの負けたやつって、これ見てください、このこんな負けて言い方がやっぱね、もっと優しくないとダメだよ。25万しか払わないで、なるほど、だって25万だけだよ、バカ野郎、だってもうなんか高そうなグッチのピアスとかしてるし、こんなね、なんかいいサングラスとか、ね、じゃあ買うやん、だって買う、おーおー、行きましょう、買うけどもカメラだけちょっと一人で MacBook とかいろいろ買わされたんだよ、だってこっちは30万終わってる、おっと、トウヤさん、おっと、トウヤさん、あ、俺はいいよ、別に勝つし、どっちかが10、あ、どっちかが10、どっちかが10、12ならいいでしょ、まあいいっすよ、じゃあ行きましょうか、もうあれマジ、なんかすげえ今日勝ちそうじゃん、勝つよ、最初はグッジョキポイ、最初はグッジョキポイ、ポイ、ガーッ、最悪だ、ちょっと待って、
もうはい、はい、さっきのもうほら負けそうやったもん。じゃあお支払いです。おかえりー。ただいまーって言えるか。お金ってすぐなくなるね。びっくりしますわ。財布空っぽです。いやーもうなんかメモリーとかいろいろ買っちゃって長くなっちゃって。そうそうそう、違うやつも買ってるからね結局ね。がおかしくなって、もうね、笑うしかないっす。でも、なんだかんださ、うん、楽しいじゃん。まあね、まあ、でもね、俺も楽しい。あの、マグの、マグの時は絶望だったけど、この、うん、いや、選んでて、もう、いいね、みたいな感じ。はい、ということで、じゃあこれからも、動画にちゃんとお金を使って、皆さんにもっと楽しいものをお届けしていきましょう。うん、ちょっとでもね、こいつら、偉いなと、バカだなと思ってでもいいです。ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りました。皆さんが楽しめるようにね。本当に、おめでとう、おめでとう。おめでとうじゃねえのね。次すぐ開催するから。自分が負けるかもしれないから。そう、それはやだ。それはやだ。次やります。はい。好きになって、信じたって、どうせ恋なら。